ヤエコのハミングは、ヨウノブタカによる短歌集ノンフィクション書籍。2002年4月に、小学館からヤエコのハミング4度の願手術から生還した夫がアルツハイマーの妻に送る31文字のラブレターのタイトルで発売され、2005年6月7日には文庫版が発売されている。2016年に映画化された。著者のヨウノブタカは、 山口県萩市の教育長も務めた元教諭で、現在は金谷天満宮の宮司を務めている。著者自身が4度の眼手術を受けながらも、若年性アルツハイマー病を発症した妻を、約12年間4000日にわたり介護した様子を、彼が読んだ約80種の短歌と共に綴ったもので、現代の知恵故障とも評された。1991年、 中学校校長を務めていた信孝に癌が見つかる。元音楽教師だった妻の八重子は信孝を献身的に支えるが、その頃から何度も同じ行動をとる、怒りっぽくなるなど八重子の行動にも異変が生じる。八重子に下された診断は、若年性アルツハイマー病への罹患だった。ここから、自らがんと戦いながら、徐々に記憶をなくし道場に帰る妻を介護する日々が始まった。 原作者の日が、萩市のコミュニティシネマ、萩ツインシネマの運営に関わっていた縁で進行があった、笹部清が映画化を熱望し、日の同級生らで組織した、制作支援萩実行委員会が資金を集めて、ロケ地でもある地元の山口県内では、劇場のブッキングも笹部が自ら行い映画化を果たした。笹部は制作した経緯や理由について、10年くらい、 前に脚本を書いて、4年くらい映画会社を回ったが、結局ダメで、3年前から自分でやり始めた。老介護の年齢が年々上がっていく中、僕の母も認知症が始まった。こういう現実をちゃんと考えてもらわなければ、と思ったから。と話している。マスタケ氏が芸能人生42年目にして映画初主演を務めた。2016年10月29日より、 山口県で先行上映され2万5000人以上の動員数を記録した。2017年5月6日より全国公開され小規模上映ながらもピアノ映画初日満足度ランキングで1位を獲得。公開初日時点では上映関数8巻だったが、その後は徐々に上映関数を伸ばし、2017年9月8日時点では当初の目標だった。 全国30巻を大きく上回る88巻に達し、さらに口コミで全国に評判が広がる2017年10月21日時点では、上映関数累計103巻にも及んだ。石崎聖吾は、自らも4度の眼手術を経験しながらも、若年性アルツハイマー病を患った、元音楽教師の妻、八重子亡き今、山口県のホールで開かれた講演会で、 介護問題について語る。夫婦二人に残された時間の中で、生後は八重子を支え続けた。ありがとうございます。